ネタバレはコメントに書かないようお願いします。書くときは隠して書いてください。ネタバレコメントは削除させていただきますのでご了承ください。全部喋ってもらうよ。その怪しい取引について、ね。はい、ということで前回もう突っ込まねえからな。これは刑事さんのお面や顔の内輪があった方がいいんじゃないかというお達しをいただいたので、もうお前はどこに向かっているの。それよりも前回九太郎と日和草の謎の取引があったということで今回はそれを追求していきますよ。なんかこの二人怪しいんだよな。俺はパソコンを共有してくれってそうに話を持ちかけたぜよ。びっくりしたよ、九太郎さんは代わりに自分のメダルを渡すって言い出したんだ。お二人は総さんの寝室の扉を一枚隔てて話し合ってました。カンナも聞いてます。ということは総さんは九太郎からメダルをもらっていた。実際何枚くらいもらっていたのか。総さんは悪い話じゃないなと言ってました。そして仲直りしようかなとも言ってたので、カンナはすごく嬉しくて。カンナはまだ総さんの中の優しさを信じてるのか。でもなんか裏がありそうだよな。だってもともと俺に責任があったからな。メダルを集めるサブゲームが始まった時、俺は生き残るために誰よりも多くメダルを集めた。せっかく手にしたパソコンも、ソウのメダルと引き換えに渡しちまった。あの時の俺は、メダル欲しさに魔が差したでよ。本当に理由はそれだけですか？あ、当たり前でよ。ソウに弱みを握られたとか、そんなことは、ねえ。弱み、本当にないんだろうか。弱み、もしかしたらあれか？話を聞くつもりはなかったけど、九太郎さんが真剣だったから無理にはできなくてね。おかげで、いい取引になったよ。怖い顔しないでよ、マリサラさんはタダでパソコンを見れて得したでしょ。まあそれはそうなんだけど、あの映像、もしかしたら九太郎さんは総さんにあの様子を見られてたんじゃないのか。それは一回の監視カメラの映像。九太郎さんはこれで総さんに弱みを握られてたんだ。これが九太郎さん、本当に弱みはなかったんですか？何言っとるぜよ。私たちは、ある映像を手に入れたんです。一回の監視カメラのデータ。お。そんなものがあったんですか？全部はっきり映ってました。九太郎さんが、役職カードを配置したこと。そして、その姿を総さんに見られていたことも。これが弱みで何で、なんですか？そんな、九太郎さんがカードを仕掛けてたなんて、筋肉ゴリラ、裏切り者だったなん。いや何か事情が、裏切り者？本当にそうなのだろうか。もっと何か、別の事情が、勘が良くなったからこそ、わからない。九太郎さんみたいな人が、裏切るようには。なんで、あんなことをした？どこでカードを手に入れた、九太郎？最初の試練だったんじゃないですか？何か言ってください、九太郎さん。監視カメラって、なんだ？いや今髪型とかどうでもいいから想像通りの髪型だったし。え？しらばっくれる気か。俺たちは散々一階を探索したはずでよ。監視カメラなんて誰か見つけたか？それは私の考察ではみんなの首輪にカメラが仕込まれてるんじゃないかと思ってます。か、カメラを発見したかどうかは重要じゃありません。映像が残ってるんです。それが何よりの証拠です。人形劇でよ。え？思えば俺たちは騙されてばかりでよ。偽のレコ、偽の三島の人工知能、誘拐犯はいつでも好きに俺たちの偽物を動かせる。それはマリサラ、お前さんは騙されちまったみたいだな。結婚誘拐犯、演者偽物、すべて人形劇で織りなすフェイクムービーに、お前さんたちが何を見たのか知らんが、全員部罠でよ。いい加減学ぼうぜ。しかし部が悪いね。騙すために偽物を用意するのは敵さんの常套手段だ。九太郎のやつ侮れないよ。珍しく言い任されてるね、マリサラさん。とにかく、俺と層の取引については話したでよ。そもそもみんなでパソコンを見た後、俺はずっと気絶してたんだ。俺より怪しい奴は、他にいるはずでよ。なんか全然全貌が明らかになってない気がするのだが。待ってください、そもそも九太郎さんはなぜ瓦礫の部屋で気絶してたんですか？それは、覚えて、ねえ。そんな。本当でよ、瓦礫の部屋に入った瞬間から記憶がねえんだ。起きたらメインゲームだったでよ、最悪な目覚めだな。誰かに、気絶させられたってことですか？だったら犯人を探した方がいいなん、そいつ絶対悪者なん。いやでも BBQ は椅子に座ってましたよ。瓦礫の部屋に入ってすぐスタンガンで襲われたなら、犯人は BBQ を椅子に座らせたんですか？あの巨漢を BBQ を運べるやつなんてこの中身は。あれ？いやきっと BBQ の思い違いだな。椅子に座ってからスタンガンで襲われたんだ。九太郎さんの元気な姿を最後に見たのは、確か、みんなでパソコンを見ていたとか、あの時私の右耳代わりがやられてて、私はパニックになって、メダルを求めて走った。そうだ、あの時以来九太郎さんの姿を見ていない。あの時のみんなの行動が、わかれば。こうならその時、それぞれ何をやってたのか話すしかねえな。これだ、野沙羅ちゃんめっちゃ可愛い。今回もビシビシ突きつけていくぜ。可愛いイラストありがとうございます。パソコンを共有した時ロビーに集まったのは、俺と総監のマリサラ刑事でこの6人でよ。マリサラが突然走り去ってから、私たちは残ってパソコンを見てたけど他に情報はなかったんだ。カンナは、見終わったパソコンを総監に届けに行きました。おまわりさんはロビーにしばらくいたよ。僕は体調不良でトイレに行っててさ、帰り際ミナオさんと会話したんだ。はい、偽三島先生のハッキング作戦を総さんと話し合ってました。僕は、真っ暗な1階を探索してたなん。九太郎さんが襲われた時のアリバイか、私も証言してくれる人はいないんだよな。ちょいちょい誰かがロビーに来てたから、アリバイは証明できるよ。他に疑問はあるかい？可愛い刑事さん。なんかノリノリだな。じゃあやっぱり刑事さんが犯人説は消えましたね。
ソウさんは、あれ太郎かのところでナオさんと話し合っていました。一体何を？すみません、パソコンを渡してからすぐカンナはソウさんから離れてしまったので、マリサラさんの様子が心配だったので、カンナ、一人で探し回ってたんです。そうだったのか。カンナ優しい。カードの交換の音がして、マリサラがいなくなってからは俺も探索に戻ったぜよ。ロビーの刑事と話した後、瓦礫の部屋に行って意識を失ったぜよ。あの時、急に動けなくなって、壁に頭をぶつけたような気もするが。話の中身はハッキング作戦さ。その途中カンナがパソコンを届けに来たんだ。カンナも計画に参加させようと思ったけど、すぐどっかに行っちゃったんだ。僕のアリバイはそんなところかな。キュー太郎さんでも気絶するなんて、スタンガンって物騒なんだね。あれ？今の発言って、なんで狂気がスタンガンって知ってんだよ。まあとりあえず他の人にも。見終わった後はなんとなく離れて、あちこち探索してたよ。アリバイってほどのものはねえけど、犯人は私じゃねえ。ネコさんのアリバイなしか。その作戦がうまくいったから、脱出作戦が進んだんだと思います。あの時の捜査は、すごく頼もしかったのに。確かに人が変わったみたいだ。3階に帰ろうとは思ってたけど、邪魔者がいたわん。笑い人形ホイリーだなん、怖かったわん。私とそのまで再会するまで、君は1階にいたのか。いやでもやっぱり捜査のスタンガン発言は気になるな。でもその時なおさんとハッキング作戦を話し合ってたっていうアリバイがありますよ。そうなんだよな。でもまあこのまま放っておくこともできないし、突きつけてみるか。なるほど、マリサラ登場ですね。なんで狂気がスタンガンなんて知ってるんですか。これが、ソウさん、よく狂気をご存知ですね。え？スタンガンは、私が現場からこっそりと回収しました。キュー太郎さんが、スタンガンを浴びたことを知ってるのは、私と銀だけです。他に知ることができるのは、犯人だけなんです。つうことは、決まりだな。スタンガンを使ってキュー太郎を気絶させたのは、てめえってことだ。そう？参ったな。あっさりバレちゃった、あはは。ソウさん。ごめんね、ハッキング作戦の準備を邪魔されたくなってさ。急に部屋に入ってきたから、とっさに使っちゃったんだ。あんな物騒な道具、どこで見つけてきたなん？覚えてないな。なあ。何回は感があるな。よほど切羽詰まった状況じゃなきゃ、一回しか使えないスタンガンを使ったりしない。キュー太郎さんとソウさんの間に、もっと何かあったんじゃないか。もういいぜよ。犯人がわかっただけで十分だ。そんな。これ以上は無意味かもね、そうには弁明する気がない。なら、今は他の人のために時間を割くべきだよ。疑い合うなら、時間がある今しかない、ってことか。言いにくいことでも、言うしかないんですね。それが、信じるために疑うってことなん。そうだよ、勇気を出して言ってみよう、みんな。そう以外で不審な行動がないか、話し合ってみるんだ。こんなにたくさんいただいちゃいました。特に気に入ってるのは銀座にあちゃんクッションと寝てるやつかな。ほっこりするイラストありがとうございます。そういえば、なおが前半のほとんどの時間をそのままいたのが気になったかな。私、ある映像が気になってて、ある人のことを少し疑ってるんです。実は、真っ暗な1階を探索してた時に、変な映像を見たなん。おまわりさんは銀の行動が気になるね。どうして1階に行く方法を知ってたのかな。これで怪しい行動をしてたら上位4名に選ばれる可能性があるな。瓦礫の部屋を探索してただけで、隠し扉に気づくのはちょっと首をかしげるね。警察犬より鼻が利かないと、無理だよ。もし銀が、犬と猫の嗅覚を持っているとしたら。言っとくけど、銀は人間だからね。でもあれは犬猫並みの嗅覚でしたよ。確かに。今考えれば、店に島のことがあったから自室に居づらかったんじゃねえかな。理由さえわかれば疑う必要はないと思うんだ。そうだよな、マリサラ。他に理由がなければ、そうだけど、アリスさんのメダルを奪ったんじゃないかという意見もありましたが、実はその映像、前に一度見た時は怖くてしっかり見れなくて、店に島先生のモニターを使って、もう一度再生したんです。それって、どんな映像ですか？でも、フェイクムービーの可能性もあるんですよね。だったら無責任なことは言えないです。言ってみないとわかりませんよ。ほら、マリサラちゃんも前に一緒に見た、あの映像です。私が見たことのある映像、とは、もう鈍いですね。刑事さんが映ってたやつですよ。メガネをかけた男の人が、斧みたいなもので、頭を。その人、マリサラ姉ちゃんの名前を。あの犠牲者のビデオか。まさか、あの映像か。確かにあの人は私の名前を。もちろん、マリサラ姉ちゃんを疑ったりなんかしてないなん。僕、怖くてすぐに部屋を出たけど、あれはきっと犠牲者のビデオ、だったなん。ナオさんが言ってたビデオ、今私が持ってるやつだよな。でもこれを提示したら、刑事さんが、刑事さんのあの行動は、私は何か理由があると思っている。これが、ナオさんが言ってるのは、この犠牲者のビデオですね。私が落としたビデオ。そうです、その通りです。女性が鎖に繋がれて、恐ろしい仕掛けが発動して、そのまま女性は、亡くなってしまいました。そして、手前で笑っていた男性のあの後ろ姿が、笑ってましたっけ？おまわりさんに、見えました。確かに私にも刑事さんに見えた。私には、女性を見殺しにしたように見えたんです。へえ、衝撃的な話だね。でも、フェイクムービーの可能性も。じゃあ聞いてみようか。刑事さん、その映像本物ですか？それとも否定しますか？信じるために、疑わせてもらいますよ。刑事さん、かばいたいが、かばう証拠もない。知りたい、私もあの映像の真実を。マリサラさん、どうやら君が追求した方が手っ取り早いね。きっと、大好きなマリサラさんなら刑事さんも口を開くと思うんだ。ぷっぷー。
刑事さんが大好きなのは霊夢ですー。お前の存在すら知らねえよ。なん、だって彼が隠し通してきた正体を暴いてよ。頼んだよ。私の手で刑事さんは暴く。はい、ということで、やっと刑事さんの隠してきた謎が明らかになるんでしょうか。私は、何か理由があると思っています。刑事さんを信じたいという気持ちはわかるが、あと九太郎のスタンガン事件もなんかすっきりしない終わり方でしたね。本当に日和荘がやったのでしょうか。日和荘にはアリバイもありますし、スタンガンをどこで手に入れたのかもはっきりと覚えていない。犯人がわかっても責めない BB 九太郎、まだ明るみになってないことがありそうですね。それでは今回はここまで。次回、刑事さんの謎が明らかになるのか。